午前中は真剣に取り組んだね。昼休みは15分間のパワーナップだ。ありがとう、本当にありがとう。これからも自分との約束を守るぞ。何？サボってたのか？自分の人生がどうなろうと構わないんだな。やる気にみなぎらないなんてマジ悲しいよ。日々の積み重ねが未来の自分を作り出すんだよ。そうだ、もう動き出したんだね。そうだそうだ、イエスイエスイエス。理想の一日がこれからさらに始まっていくよ。お前が待ち望んだ一日が、午後が始まるんだ。イエスイエスイエス。